はい、どうも皆さんやってまいりました、森ちんです。さあ、モンスターハンターフロンティアなんですけども、今回は11周年アニバーサリーイベントの一つとして、こちら夏の大乱闘金銀お魚祭りが来ました。金銀魚竜のユニークな外装と頭防具をゲットしようということで、まあ運営さんのツイッターの方でですね、まあ来週はねピチピチのやつらの外装がもらえるみたいな、そういうツイートをしてたんですけれども、確かにまあピチピチだね、というかまあビチビチだねということで、こちら9月5日までなんですけれども、ハンターランク帯のね外装がもらえるクエが、このゴルガノス、アルガノスを1頭ずつ討伐しようっていうやつで、まあ頭防具がね、これボルアポカリプス GX がね貸与されるっていうことで、まあ結構大変というか、まあどうなるかわかんないんですけど、まあ一応こういう感じですよという感じで、こっちが大変、転移クエストの、GR400 星2ですね、転移レウス1匹討伐で NPC 同行不可、制限時間は15分、しかもレア度9以下の武器のみ許可で、防具がまあ貸与される、ゴルガノヘッド ZX っていうね、今回新しく来る防具なんですけども、まあこれが貸し出されて、でスキルでブチギレが発動するよっていう感じなんですけれども、これね相当きついと思うんだよね。かなり強い防具にしてないと15分切るのって結構大変なんじゃないかなって思うので、しかもレア度9以下の武器だから、あのシジル詰めてね、まあ、例えばニリーの武器ね、あの風圧強化レウスと相性いいんで、ニリーの武器にまあそのシジルでレア度9にしてね使うにしても、かなり攻撃力と属性とね下がっちゃうと思うので、これはねなかなか大変なんじゃないかなっていうふうに思います。でこのクエストクリアした時の報酬で作れる防具っていうのが、こちらゴルガノヘッド ZX とアルガノヘッド ZX なんですけれども、とりあえずゴルガノヘッド ZX が、こういう性能ですね。攻撃6、天雷6、先天6、幕なし6、スキル枠拡張ということで、普通に強いかなっていうふうに思いますって言いたいところなんですが、まあ普通の ZP の防具だとすると、まあスキル値はまあ妥当かなみたいな感じなんですよ。攻撃5だとして、で天雷4だとして、先天4だとして、幕なし4だとしたら、まあでもう一個スキル追加よりもちょっと高いぐらいだから、まあいいのかなみたいな。でも普通の ZX 防具だったら、これ全部5だって考えたら、ちょっとあれなのかなみたいな感じなんで、まあ刺さるかもしんないけど、普通の ZX よりはそんな強くないかなっていう、そういう印象です。まあだから ZP と合わせると強いかなっていう、そういう防具ですね。でこっちアルガノヘッド ZX ってのが、攻撃6、血気活性6、先天6、空撃6ですね。でこっちは幕なしで、こっちは空撃っていうことで、空撃6はでもまあなんかいろいろね使えるかなというふうに思うので、まあ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 、こっちはまあまあまあいい感じなんじゃないかなって。そう、空撃まだまだね防具少ないんで、まあアノルとかねガスラーとかいろいろ入れられる防具はあるかなと思うんですが、まあ持っといて損はないかなと思うのでね、まあどっちもねとりあえず素材は取っておこうかなっていうふうに思います。ということでね、狩りに行きたいなと思うんですが、まあ今回ね頭防具貸与っていうことで、ちゃんと装備を組まないとっていうことで、こんな感じの装備組みました。はい、攻撃は34で、これね6が入ったら攻撃が5になりますよみたいな。で天雷はまあちょっと9なんですけども、まあこれ入ったらちゃんと天雷発動する。で幕なしが5なので、で6が入ったら幕なし発動で、先天が4なんで6入ったら先天発動みたいな、そんな感じの防具組んでみました。で転移スキルはこんな感じ、交流強化、血気強化、風圧強化はまあ2リーに入ってるよっていうことで、切れ味はねまあ下がってないんだよ、空上げで下がってないんだけど、攻撃力が527なんだよね。転生属性はまあね910だから、まあまあまだいいのかなみたいな感じなんだけど、で NPC がついてこないので、激励の実を食べようかなと、じゃなかった、激励はあれだ、両断飯でやってきております。で水属性攻撃強化の実を食べようかなっていうふうに思うんですけれども、っていう感じで、それではね星2のレウスですけれども、この装備で頑張っていこうと思います。レッツゴー。うわー出たよ。でスキルちゃんとなってっから大丈夫かな。あれなんかちょっと、あでも、あれ攻撃交流が、あれなんか僕入れてないか、あこれあれだ、カフもダメなの、うっそ、えカフダメって書いてあった、あれだ、 NPC が同行不可だから、プーギーが来ねえからだ。うわしまった、カフありじゃんこれ。うわーマジかー、さっきのどうしよっから、動画乗っけようから乗っけないから、いやーマジかよ、これ組み直して、まあもう行くか、めんどくせえ、行こう、行けんだろ、行ける行ける、高速投資使え。うわーマジかよ、攻撃交流なしかよ、マジかよ嘘やん、マジか。とりあえず
がっつりもう殴りまくってやるしかないな。15分しかないわけでしょ。ああ、そういえば身も食ってねえや。身食わないとちゃんと。あ、やばい、大丈夫かこれ。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。まあ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 、まあ、悪くないんじゃない。ちゃんとあの水属性の身を食わないとあかんで、とりあえず頭殴ってりゃなんとかなるんじゃないか。危ない危ない危ない、それダメなんでガードしちゃうんだよ。やだやだ、もう見食って。オッケーで、これでいきますよ。いやー、いて、前前前前前に行けば大丈夫。いやー、攻撃交流がないのはちょっと辛すぎるなこれ。マジか。あ、しかも燃えてる、燃えるから体力が地味に削られていく。血気強化入れてきたけど多分いらなかったなこれ。血気強化抜けばね、多分ワンチャンあるねこれね。全然ね、危ねえ危ねえ。あー燃えてた。あー、ダメだこれ。もうちょっとだけ粘ってみるわ。もうちょっとだけ頑張る。諦めちゃダメ、そんなすぐ諦めたらダメ。よいしょ、オッケー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 。そんなすぐね諦めたらダメですよ。いや、ニーリーでも本当にこいつに対してはもう相性抜群なんで、属性も合ってるし風圧強化でねバッチリだしで、スラークとかでもねよいいんだよなこいつ。なんか大抵の攻撃当たるからさ。そう、僕よくねスラークでこいつ回ってたんだけど昔。もう最近はもっぱらもうこの片手剣だけど、こわー、これ避けんの難しいんだよな。この攻撃すげえ難しいんだよな。まあ安全圏まで逃げんのがね無難かなと思うんだけど、危ない危ない危ないちょっとすいませんねくるくるみたいな感じでちょっと今避けたけど、今いいね。シュッシュッ、オッケー、よしよしよし。幕なしもとにかく発動できる。よし、頭破壊、これどうだろうな、いけるかな。いやでもこれさ、ブチギレ発動してるから、まあ皮膚体の人もね大丈夫ですよみたいなこと言ってんのかもしんないけど、絶対合戦足んないからね皮膚体の人ね。これマジできついと思うわ。これどうやったら一番いいんだろうね、最適解が知りたいね正直なところ。僕はよくわかんないけど、やめてね。おお、避けられた、ラッキー。よし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 、どうやったらいいんだろうな、何が一番最適解なんだ。いた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 、あーよかった、今あと残り10分ですのやつかと思ったわ。違った、よかった競争効果切れたのね。はい、ちょっとすいませんね、くるっと回ってよいしょ。いいね、この避け方いいね。あー切れ味落ちちゃったか。いてててて、切れ味が落ちてきちゃった。あーそうだ、さっき死んだ時に使えばよかったかな。おっとこれはまずいですよ、おっとこれはまずいですよ、おっとこれはまずい、おっとこれはまずい。ここで飲んで、でそしてもうここで高速砥石を。危ない危ない、大丈夫、痛い、クラウンかい。くそ、見通しが甘かった。人生の見通しも甘いからな、何を言ってるんだよし、これで最大になりました。ニリーね、あの幸いそのよいしょ、切れ味は超短いんで、シュッダメだ、この時間差攻撃、位置によってしかも時間差違うからね、これ覚えないといけないなってずっと思ってるんだけど、レウスが実装してからもう1年半経ってますけども、でずーっとこれね思ってるんだけど、まあ未だに覚えない、覚えようとしない、覚えてないじゃない、覚えようとしないですねもう別に、でレウス狩るのもだいぶ少なくなってきたからな、回数な、そんなに用事ないからないつもな。レウス武器やっぱね、どうしてもねそのテラレベルとか出ちゃったからね、どうしてもこうね、作ろうにもうんみたいなとこあるんです。やっぱ続撃強化はねどうしてもちょっと出番が少ないよね。道吹きぐらいね最強のねその属性値を持ってるとかだったらまだそのね活躍の場はあるかなと思うんだけど、やっぱちょっと単属性でね続撃強化はちょっと今はもういいかなっていう。最初の頃ね続撃強化なんでそんな来るんだよってねいろいろ言ってたけども、いや本当だよ、本当そうだよ、本当マジでなんでそんな来るんだよ続撃強化の武器が、それいらないよ、誰も必要としてないよ。皮膚体でもそんなに続撃入れてる人いないんじゃないの。なんだっけ、なんだっけ、続撃の装飾品なんだっけかな。あ、これもうあれだな、ちゃんと発動しようか。あ、ちょっと待って、どこあった、よし、危ない超越壁来た、これでしっかり当てれば結構いい感じになるんじゃないの。いや攻撃交流ないだけでこんなになんかあれなんだね、避けてる感じがしないんだね、うん、天雷だけじゃやっぱちょっとよくわかんないよ。シュッからのシュッシュッ、ダメですわけわかんないです、近ければ近いほど間隔が短いのかな、おそらく。今さらそんなこと言っててなんかもう今さらだよ、もうこいつ実装してからもう1年半だよ。えいや、よしいいぞ、いい感じに避けられてるよ、もう終わってもいいんじゃないですかね。えそうだよね、もう終わってもいいでしょ。あでもいいね、ヒギリッカ、リッカ溜まった、リッカ溜まったから、これワンチャンあるんじゃないの、ワンチャン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 
はい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 。でももうちょっと粘りたい。シュッ、あれ違う、この攻撃は違うわ。いいよ、ひるんでるひるんでる。これなんかさ、ブヤ返したらいい感じに素材もらえるとかないのかな、どうなんだろう、わかんないけど。いいぞいいぞ、ひるんでるひるんでる。これ片方の翼いった、いやそんなことないか。せーの、ほい、よし。いや絶対回避は欲しいな。いやちょっとね、どうしようかなって思ったのよ。回避入れるかな、どうしようかなみたいな、すごい迷ったんだけど、うん、ないと無理だこいつは。やばいやばい。でこれで大丈夫大丈夫大丈夫。いいねいいね、殴り放題だね。リーチ長いんだからこっち。よしいいぞ、いい感じいい感じ。これはね、そろそろ狙ってもいいかもしれない。そろそろ狙いに行ってもいいかな。うわマジか、おー危ねー。ノーモーション突進をやめてくれ。せーの、ここでここで回避して、こうここで決める、リッカー当てろ。よしオッケー、よーし。だって火なんだよね天照属性に火が入ってから、あ弱ってる弱ってる、あいけるいけるいける。あでもなんか割と、あいいじゃんいいじゃん、さすがにやっぱちょっとモリモリのスキルだからな。よかったよかった、攻撃交流が入ってればもっと楽だったんだろうけど。いやー今回だって PC カフ買ったのに、攻撃 PC 残念マジで残念。悲しいすごく悲しいです。はい、てなわけで多分もうそろいけると思うんで、よしいいぞ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 。これ決まれ、あーダメか、かっこいい感じで決めなかったのに。あもう余裕が出てきましたねだいぶねあ何ここの壁に、壁じゃねえわ、岩に挟まって、なんかダメだね、あの後ろ行かなかったね、すごい。こんなことあるんだ。これもう発達部位まで破壊したいな、これせっかくだったら発達部位破壊したいよね、尻尾とか。オッケー、いけました。何分ぐらいだったのかな、5分から10分の間ですね見ればわかるけど。はい、ということでこんな感じでございました。はい、今回ね作れるゴルガノヘッドはこんな感じでございますよってことで、まあうん、そういう感じですよ。うんなんだろう、まあ強いかって言われると、まあ持っといていいんじゃないっていう性能かなって僕は思いました。まあやっぱりそのスキル値の合計で言うとね、今回新しく来たガチャのやつ、え2枚だ、いやちょっと待って、これあ2枚だって。これちょっと生産で何枚必要か見ようか。おっと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 、おっと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 、これはマジか、うわ結構やるね。あのそうですね、最大10回ですねやるんだとしたらね、 2V 作るってなったら。素材見たかったんだけどな。まあでもレウスはとりあえず最初に使うのか、多分でもレウス使うのかな、ごめんなさいちょっと僕もねまだ作れる状態じゃないのでわからないんですが、まあ一応こんな感じっていうことで。はい、素材はまあまあ防具なんでね、それなりに大変だっていうことは覚えておいてください。あマジか、なんだろうね、コリニーもさこれ最初そうだったけど、コリニーと一緒の可能性ワンチャンある、わかんない、ちょっとあの分かってる方いたらね、あの情報くださいてなわけでこんな感じでゴルガノヘッドでございましたけれども、外装のクエもちょっと行ってこようかな。はい、こっちはこの赤いやつですね。で、防具こんな感じっていうことで、ボルアポカリプス、これもマジでさ凄まじかったんだよ、やばかったんだよ昔。あの極みオーガをね天根で倒した人とかこれ使ってたんだけど、マジですごかった。光竜10、大将3、一戦3、東波4、剣心7、めちゃめちゃ強かったんだよこれ。うん、そうそういう時代があったんですよ。でまあこんなわけでいくんですけれども、このクエストで、ね、あの2人までなんだよね。あーやべ、東波発動してらー、マジかよマジかよ、東波発動してる、そうだ僕じゃあラビシャに3個だ、しまった東波が。皆さん気をつけてくださいね、2人で行く人、でて2人で行く人気をつけてね東波発動しちゃってるじゃん、バカタレ、罰のもないよこれ。でも多分ねそんなに時間かからないと思うんで、僕の戦い方は一番ダメだねこれね、スタミナ使っちゃってね一番ダメな戦い方。ここでしっかりノートをして、バツノ欲しい、いやすごいな、バツノってすごいねこれ考えるとね。これこっちも割と大変だな、あの外装は外装なんでね。オッケー、この状態ピヨーンってなったらこれであと1与えれば倒せる状態なんで、あとはまたこっちにダメージを与えると攻撃するとオッケーで、こっち死んだね、オッケーで、うん、どっちだ、どっちが死んだ、こっちが死んでない、さよなら、オッケー、はいこんな感じですね、オッケーオッケーオッケー。ビチビチになった状態で片方を倒して、でもう片方倒して終わりみたいな。
このクエなんで2人なんだろうね。 なんでこれ2人で行かなきゃいけないのか。でしかもさ、このクエの名前が大乱闘バトルオブガノスっていうことでね。まあこんな感じでございました。一応外装は見ようか、見てみようか外装ね。はい、出ましたアルゴル解放権 D ということで、でこのね乱獲も出てくれるんで、これあのハッシュ素材だよね、確かハッシュのね、あの50個必要だったりとかする素材なのでね、まあ、このクエストはまあ連戦はしないと思うけど、まあ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 、あの普通にやってもうまいクエストなんで、まあ良かったなって思いました。あったあった、アルゴル解放権 D でね、この2つできるんですけども、とりあえず金色の方にしとこうかな。ちょっとこれつけてみようと思います。どうも来ました。てか画面に収まんないんだけどこれ。はい、こんな感じですひどいね、これはひどいなはい、こんな感じで金のね、お魚さんが見れますので、でね、以前あったボルレジェンドっていうのはこんな感じね。はい、こんな感じの赤い方のお魚さんはこんな感じ、微妙にね目が見えてんだよね真ん中でという感じで、まあこんな感じでネタのやつですけれどもね、まあ楽しめるんじゃないかなって思いますんでね、外装集めてのもまたいいんじゃないかなと思います。ということで今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイ。